そうそうそう、大丈夫かなと思うじゃないですか。試合には勝ってたような気持ちがするんですけど、点数でこう点数っていうか、まあ、マッチとしてはね、負けたっていうのもね。得点差どうなんですか。でもタイブレークのあのいいところでちょっとミスが出るっていうのは何ですか。これ時差とかなんかそうなんですか。いや、もうこれは本当にちょっとした1本目はフォールとして次のサービスね、はい、これは入った、これが入った、こういうのがいい、これね、相手の体に思い切っていってますよね。跳ねてんですよ、バウンドから右に入ってますか。右にほら大きく跳ねて、これがストレートアウトです。サムさん何がいいの。すごく回転をかけ